どっちかはいいな。かっこいいし輝いてるし派手だ。己の地味さを嘆いているのか、カント。いきなりそうはっきり言わんでくれ。地味、そうだよな。俺は地味だよな。地味は個性だ。お前はその地味さで輝いている。それにお前には信じてくれる大切な仲間がいる。受け入れてくれるかけがえのない場所がある。世にこの二つを得られずにいる者は多い。それを二つ持ちながらこれ以上何を望む。大切な仲間だから影薄くて忘れられたくないんだよ。負けがいのない場所だから派手に役立ちたいんだろうが。上等、その息だ、カント。連合軍はロキの激しい追撃をかわし無事に退却する。だが彼らの表情は硬いままだった。新たな敵ロキの正体はかつての友ペルセウス。その衝撃が連合軍内に駆け巡っていたのである。彼と親しくしていた真田幸村や菅銀平の悲しみは計り知れない。意気消沈する連合軍に追い打ちをかけるようにアレスに着く石田三成が攻めてくる。島左近はとある予測を胸にこれを迎え撃つのだった。この間の殿の顔、そしてこの奇妙な行軍、俺の予想が正しければきっとこの戦で得るものは大きいでしょう。敵をよく知るあなたが言うならお任せします。お手並み拝見といきましょうか。あの諸葛孔明に試されるとは恐ろしいね。さて準備は万全、殿を迎え撃つとしましょうか。二方面より進行し敵を叩く。我らは南を攻めるぞ。北の敵は任せときな。槍の股さ、男を挙げてやんぜ。おや、俊家さん、まっすぐ突っ込んできましたか。馬鹿にするな。今日は孤立させてまいりましょう。これがおとりになって馬鹿さんを引きつけます。宗神さんは背後に回って後方の敵を撃ってください。せいぜい消費した。宗神殿、ここは力を合わせるぞ。俺か、うん、聞こうとならばいかな難敵をもしのげよう。年上殿、さすがに出過ぎでは。口挟むんじゃねえ、清本。ここは勢いが勝負だ。年上さん、あれじゃ狙ってくれと言わんだけど、俺もトイレの引き締め。清本様、敵は二手に分かれて攻めてきています。こちらの混乱を誘っているのでしょうか。それにしては少々です。彼らの目標が何なのか慎重に極めねばなりません。ここより先へは通さぬ。信じる者のためにそれがお前の本来の生き様なのだ。ジョー三つなぎとも三つなぎ、どういうことだ。デオ様の命もないのでなぜ戦を仕掛ける。お前たちに説明していては日が暮れる。秀吉様のためだと思って黙って戦う。なんだこの頭でっかち、バカにしたのか。力を
合わせましょう。後で怒られたら全部てめえのせいだからな。さすがです。その調子でお願いしますよ。敵戦撃ち取ったり戻って策の練り直しだ。いつも考えて俺の腕見せてやる。清正たちに真実を告げる。撃ち取ったり。いつもお前も厄介な将軍だ。あいつらがどう思おうと知らん。そんなことで策を台無しにはできんのだよ。その勢い誰にも止められますまい。勝負して真価が問われるは今ぞ。私が相手だ。押して参る。撃ち取ったり。戻って策の練り直しだ。いつか返すぞ。バカにするな。さあ今です。門を閉めてください。真田の戦に仕事はない。どうにもなんねえ。おや、いいんですか。それじゃ遠慮なく押し潰させてもらいますよ。年家殿、どこから行ったんだ。つまりさっさと救援するぞ。行くな。ここで動いては敵の思うツボだ。はい、大進へ。総大将は俺だ。黙って従うんだ。どっからでもかかってきやがれ。男を見せてやろう。ここまでが俺の負けだ。いるなり焼くなり好きにしろ。策はよ、敵を孤立させ封じ込める策。これで二面作戦を防ぐことができました。敵も迂闊には動けないでしょう。こうもハマるとさすがに腰抜けですね。なんだよ嘘だろ。まだ田さんが下るとかガチでありえねえ。欲しいよ。秀吉様を裏切るのですか。すまねえな。これが俺の仁義の通し方。秀吉も分かってくれるぞ。欲しい。これでは敵に包囲される。全軍撤退せよ。三成、先に行け。俺が神狩りを務める。頼む。山沢、雅典、引くぞ。さえずりな。待て三成。敵こんなにいいんだぞ。これくらいにさんのかよ。見せつけないよ。とも俺たちが無事引くためのしんがりだ。そんなこともわからんのか。だったらお前一人で引け。朝乗り来い。将軍を倒せば敵大将はすぐそこだ。花田の戦ご覧あれ。敵が突入してきました。チェーンの家と共に迎撃を頼みます。バカ、やはりこうなったか。見立て通りの活躍だ。受けてみよう。あなたが真の三国武装です。燃やし尽くし日々の鍛錬の賜物ですね。撃ち取ったり。お前の地位日々磨かれているな。月意、いや、そうですね。この戦車のことだけ考えているのですか。はい、孔明様には全てお見通しですね。あれがあれば敵を一網打尽にできたでしょうに。
一方が敗れれば一方が包囲される二方面作戦、こうなることは見えていた。ええ、撤退する口実を作るための不死のように見えます。そしてその通りになった。援軍とは願ってもない。ここから巻き返しましょうぞ。ここまでだ。好き勝手させるかよ。見立て通りの活躍だ。ガチで気合い入れたくな。命を張ってお前たちを止める。そういう流れだ。なるほど、本気の勝負を取ったのか。ではその流れとやらに最初からあなた方が描いた通りの流れってやつだ。秀吉殿ではなく、これは三成殿の策ですね。詳しい話は後ほどじっくり伺いましょう。お見通しということか。三成、これでいいのか。あなた方は殿に頼まれてわざと降伏した。神々に疑われず俺たちに伝言を託すために。そうでしょう？ああ、左近なら見抜いて乗ってくれると思った。三成の言う通りになったな。俺もあんな奴らの言いなりになるのはもううんざりだよ。だから三成の策に乗らせてもらった。秀吉様はアレスと約定を交わして手を組んだ。オリュンポスがこの世界を得た暁にはゼウスが神々の王として、そして秀吉様が人の王として世を滑ると。だが俺たちは奴らがなんでこの世界を得ようと思ったのかも知らねえ。そればかりか、軍内にいる腕余ちの総妃は腹に一物ある様子で秀吉に従いもしねえんだ。こんな状況でアレスの言葉なんか信じられっかよ。しかし神々の力は強い。無計画に逆らって秀吉殿を危険にさらすわけにはいかない。だから俺たちに助けを求めたってわけですか。話が早くて助かる。三成からの書状だ。読んだらあとは好きに吸い取り、時の流れには逆らえない。
うまくいったか。殿に託されたのは宗妃さんの城の地図でした。どうやら城は豊臣領のすぐ近くにあるようです。そこを攻めればすぐに秀吉殿から救援が来る。なるほど、そういうことですか。ええ、そういうことです。ちょっと待って、さっぱりわからないんだけど。ああ、俺もだけど、分かってるやつに任せときゃ問題ねえだろ。うん、諸葛亮も納得しているようだし、今回は左近に任せるのが良さそうだな。我々は指示に従おう。ありがとうございます。殿の頼み、必ず果たして差し上げますよ。申し上げます。人間が怪物を従えて神の軍勢と戦っているとのこと。怪物を従えるか、妙な連中のようだが、手貸した方がいいな。それにもう一つ気になる報告が。怪物と協力している軍の中にはやたら派手で腕の立つ大男もいるそうです。なんだと。こいつは俺が行ってみるしかねえな。おい、準備を頼む。はっ。その青い巻物目立ってるよな。俺もそういうのをしてみれば少しは人の目に留まったりするかもな。俺の手ぬぐいがそんなに気になるか。お前だって腰につけているのに何をブツブツと。それが手ぬぐいだって。どう見たって長くて立派すぎるぞ。手ぬぐいってのはこう額の汗を拭いたり、その辺の手すりの曇りを拭いたりするもんだ。さささっとな。お前も手ぬぐいに思い入れがあるようだな。いいだろう、後で藤堂家の家訓三尺手ぬぐいについて教えてやる。なんだって、そんなすごそうな家訓を俺に教えてくれるのか。あんた派手だけどいい人だな。